もし錬金術の歴史を知りたいなら、オールド・メイズフィールドの話から始めざるを得ない。最高王子、伝説の巨竜の召喚に挑むために大陸をめぐり、6つのパッシア宝石を見つけ、これらの力を込めた途方もない価値のある宝物を使って儀式を行った。しかし召喚された巨竜デビルドラゴンが暴走し、彼を殺してしまい、大陸は苦しみのどん底に陥ったのだった。その時、彼の二人の弟子が立ち上がった。これが街中だったら今頃黄色い喝采が上がってたな。これぞメイドのたしなみです。これが街中だったら。
これぞメイドのたしなみです。仲間を集めてからにする？このモルドレッド様の力を貸してほしいってやつはお前か？呼び出しに応じて。私はここで待ってるから。力を貸して。安心して行ってきて。どれだけ強大な敵が迫ってきたとしても、すべて任せろ。俺はいずれ天下にその名を轟かせる最強の騎士になる男だ。私はここで待ってるから。安心して行ってきて。は言わないよ。気分がいいんだ。ルシオンに最近のお兄ちゃんなんだかかっこいいって言われたからな。あいつに言われたら頑張らざるを得ないだろ。いつもどんな気持ちで出かけるの？